皆さんこんにちは。タクフェス第12弾 U に出演します、松本浩太です。本当にこの長年愛されているタクフェスさんに初参加できること、まずは本当に嬉しく思います。ありがとうございます。そして今回この U という作品は長崎が舞台ということもあって、僕はね東京出身なんです。なんで人生であんまりその方言というかなんとか弁とかいうのを経験してきてないので、まあ必死に長崎弁を学んで、そして皆さんに食らいついて、そして皆さんと共に素敵な作品を作りたいなと思っています。久しぶりの地方公演ということもありまして、こう全国をね回れること感謝してます。やっぱ皆さん言うこと多いのかな、やっぱご飯はね、その土地ならではのご飯は楽しみですし、まあ僕は今までこの何年も東京公演というのが多い中で、ね、東京公演を見に来れてないっていう方々にも今回は会えるかなと思うと、それがやっぱ一番嬉しいかなと思っています。皆さん行くんで待っててください。ズバリサッカーと香港です。小1から中3までサッカーをしていたので、もう青春時代はずっとサッカー小僧でした。そして僕は小5から中1まで香港に家族で住んでいたので、その香港でもサッカーやってましたし、日本でもサッカーやってたので、サッカーと香港というのがやっぱ青春時代のすごく一番の思い出かなと思います。皆さん今回ぜひ期待してください。このタクフェスさん素敵な作品ばかりですし、今回この U という作品もう最高間違いないです。僕もね10年前の作品を映像で見させていただいたんですが、本当に感動しましたし、心温まる青春ラブストーリーで、見て間違いはありません。僕演じる塩谷健太郎が僕が演じてよかったとタクマさんはじめタクフェスファンの皆さんに思っていただけるように全力で挑みます。よろしくお願いします。